こちゃんごきげんよう。ごきげんよう。迎合というか常識を知っていく過程で鳴らされる、あのトンボをかけられる感じですね、はいはい、でどれだけ変化していったのかとか立ち返って新しい視点に気づくとかもあって楽しくなることも多いですと。まあ結局はまあ僕もどこかで諦めたわけじゃ、僕まだ諦めてないですよ。何をですか折れて何を諦めて、人生ですよ。人生はみんな諦めてないですよ。この大学生の時は何にでもなれると思ったんですよ、はい、それこそ今の今大人のプリキュアが10月7日から始まるんですけど、はい、そのコマーシャルで言ってます。プリキュアの頃は何にでもなれると思ってたって、はい、プリキュアの頃っていうのは中2なんですね、はい、主に中2、はい、中2病、はい、でそれが大人のプリキュアって言って、はい、大人になった姿を描くやつが10月7日から始まるんですけど、はい、まさしくそれで、はい、大学の頃とかは俺は特別と思ってたんですよ、はい、で社会人ギリギリでブラック会社に入って、うん、って俺って何者にもなってないじゃんって気づくんですね、はい、埋もれてるんですよ、モブに気づくんですよ、自分のモブ性に、まあ、そんなことも考えたこともないですよね。俺ってその他大勢じゃんって、うん、その他大勢でも特別でも関係ないじゃないですか。嫌ですよ、だから僕は今一生懸命素振りをしてるんですよ。だから楽しんだ方、楽しんだもと勝ちですよ、僕的には。で僕的にはどこで素振りをすればいいんだって言って、はい、なんかアナウンス学校とか行ったり、はい、事務所に所属したりとか、はい、で今行き着いたのが慣れ果てがこれですよ慣れ果ての姿ですよ、これが、はいはいはい、アビス、アビスでもまあこれが多分 NF 的なんでしょうね。多分そんなこと思わないですもんね、はい、何者かになりたいわけじゃないですか、結局何者かを探してる感じですね、はい、その何者かなんて考えたこともないみたいな、これが多分タイプでもあるんだと思います、うんうん、はい、なんかどこかで理想を追ってる感じはしてます、はい、はい、で諦めてないっていうのは多分その理想ですよね、はい、はい、素振りをしてます、はい、ドラフトを待ってます、はい、はい、誰が取ってくれるんでしょうねはい、はい、何になれば満足かという思考になりますねと、何者ではない方が楽しそうですと。タイプの違いです、目的ゴールの違いです、はい、はい、別に多分何も責めてないですはい、なるほど、はい、なんかねこのね冷静な言い方がね、はい、チクチクってくるんですよね、はい、針治療ですよ、はい、はい、うん、タドちゃんは自分とか考えたことない、あ、ないんだ、隊長さんの考えに共感すると、はい、もうこの対局の SP ですからね。そうですよね、はい、分かり合えることがないですよね、はい、まあ、理解することはできるかもしれないし、あ、まあ、言ってる意味は分かりますみたいな、はい、僕は理解できないって言ってますからね言ってることは分かりますよね、はいはい、あ、言ってることはそれを理解じゃないですか。あのね、味はしないです、僕もしないです悔しい、はい、はい、重々とかもう意味分かんないですもんね。なるほど、はい、なんか役に立つのぐらいの感じ、なるほど、はい、かしもこさん、はい、初めてかな、はい、初めてじゃなかったらごめんなさいね。 INTP の女子だと、頭で考えることを答えを出そうとせずに自分のちょっとした心の動きを観察して自然とやる気の湧く方向を見つけて行動するようにするとだんだん自分が目指す目的を見つけやすくなるし生きやすくなると感じますと。これがじゃあ INTP の人だとなるほどってなるんですかね、うん、まあ、心理学的にはなんか行動するとやる気が起こるみたいな、まあ、行動、あのとやる気があるから行動するんじゃなくて、はい、行動するとやる気が出るみたいな。それはもう僕もわかる、はい、はい、やる気がなくてもえいってやってしまうとなんか進んだりするみたいな。だからね、本当筋トレからでいいんですよ、はい、まあ何でもいいです、はい、ごめんなさい、全てはもう腕立てからですよ、はい、あ、なんか幸せホルモン出るらしいですよ、もう腕立てから全ては変わるんですよ、はい、さくらさんも私も何者にもなれないとかモブとか考えたことない、うん、コメントを見ててもタイプが出るのって、あ、私も漏れなく INTX やと。黒姫さん、仕事してて楽しめないのは ISTP とはちょっと違うかな、やっぱり自分がやりたいことをしたいから仕事を探す、理想を求めれば自分を評価できると思うとは INTP だと思うと。 ISTP だと多分楽しいことですよ、僕だとこう就職するじゃないですか、はい、
まあ、こんな仕事つまんないと思ったら、やっぱりパソコンだよねこれからの時代はって言って、パンってやめてこっち行っちゃうみたいな、っていう感じで、だからまあなんか職人みたいな話じゃないですか。技術を生かそうとかじゃないんですね。技術を生かそうとかじゃなくて、これやるの面白いよねみたいな、プログラミングとか面白いよねみたいな感覚です。その前にその簿記1級があったわけじゃないですか。はい、でそれは学生の時になんかこう計算パズルみたいで面白いなってやってたって感じですよ。これを生かそうはなかったんですね。で生かそうと思って就職はしたけど、こんなつまんない仕事は、あ、こんなつまんないって言うとそれをやってる人に失礼ですけど、合わないって思ったんですよ。でその時にこう Windows が流行ってて、ずっと仕事中にパソコンいじってたんですよ。それを SP 以外のタイプがどこで捨てれるかですよね。はい、最初1年でしたっけ。1年です。この辺がやっぱタイプがあるんだなと思います。仕事中にずっとやってましたからね。こっちで計算しなきゃいけないのに、裏でこの計算をするためのプログラミングみたいな、 Excel のマクロとかでこう書いてたみたいな。じゃあ間に合わなかった仕事もありそうですね。ちゃんとやってれば、はい、できた時間で、はい、あ、まあ間に合わないことはないですよ。あ、もちろん怒られるんで。言い方としてはちょっと、はい、間違えたんですけど、はい、なんかギリギリですよいつも。だどっちが効率的かは分からないみたいな、はい、カルロスさんがね、このコメントで具体的アドバイスしている人は全て SJ ってことでいいですかねって言ってるカルロスさんが、はい、なんかこの決めてる感じがしますけど、どうなんですかね。具体的で、まあ、上ですよね。このコメント欄で具体的アドバイスをしている人が全て SJ、はい、SP もある。具体的は SP もある。そうですね、はい、っていう隊長のコメント、はい、で僕が思ったのは、そんな決めつけなくていい、それを見て深いって思う人もいるかもしれないからっていうのが NFP、 やめてって思います。はい、はい、あ、分かんないけど協力的な人たち、協力的な人なんで僕も SJ かもしれません。はい、はい、やめてって言うわけですから、はい、はい、でそれが具体的か抽象的かって話ですよね、この気質の話でいくと。あ、はい、で具体的で効率的なのが SP みたいな。はいはいはい、はい、一応、あ、桑原さんはね、お受験校通っていたが皆が優秀なのを見て、あ、こいつらに任せて俺名なしでいいじゃんって思ったと。はい、あ、僕がそこの環境でそう思えるかどうかはもう、僕だったら僕が得できるかどうかで判断するんで、僕が輝きたいとかじゃないんですね。みんなが僕のために頑張ってくれて僕が楽できればそれに越したことはないみたいな。みんなスポットライト当たってないんですか。スポットライト当たる必要ないじゃないですか。僕は楽して生きていきたいんです。もえ、僕は常に自分を誰かがスポット、はい、映画撮ってますよ僕の。スポットライト作ってんのかな、その映画を。うん、でスポットライト当たると大変だったりするじゃないですか。え、でもモテそうじゃないですか。別にモテるのはモテますよ。モテる行動をする、ね、まあ、モテてないしね僕はい、はい、あ、僕が、篠野さんが僕が言ってるのは半分わかると、うん、この先ずっとやり続けるのかってなると気が滅入るのでいろんなことがしたいと思うと。なるほど。桑原さんは今の人生楽ピッピなので猛満体と、うん、まあ、多分 SP なんでしょうね、はい、勝手に決めつけると。はい、 あのちゃん ENFP の私もこんな風に思われてんのかなってチクチクする。あ、僕を見てですね多分。こうやって思われてると思うとなおさら人に称賛される何かにならないと、はい、バカにされ続けて自分が皆に卑下された人間で終わってしまう気がして、理想を目指す。わかるな。バカにしてないですからね。そうなんですよ、はい、僕がさ思うのは、うん、誰もおめえのことなんて見てねえよなんですよ。見てねえよもあるし、はい、別にバカにしてる発言をしてないっていうか言い方も、この言い方も違うんですね。はいはい、はい、なるほど。別にバカにした言い方をしてるわけじゃない。はい、普通ですかその半笑いは。バカにしてるんでしょ。してないって話ですよ。そこ、はい、これなんですよ。感情からなんかね、はい、読み取ってしまうんですよ、はい、データをないのに。空想想像そんなデータないのに、はいはいはい、いわゆるロマン主義かと。もはややりたいことがイラストレーターだとしたら、イラストレーターになるために追い求めるのが INTP なのかなって思いますと。って思います。なんかこの合理主義じゃないですか、はい、多分この4つの基質の中で最も、はいはい、そうすると自分にはこういう力があってこういうのが得意でみたいなことを全部考えるじゃないですか最初に、はい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 、でこういうのが向いてるんじゃないかなってか想像してそっちに向かおうとするみたいな。僕はとりあえずやってみて面白いか面白くないかでこれつまんないみたいな感じでこれが面白そうみたいな感じ。この辺なんかすごい分かりやすい、なんか、はい、
分かりやすいというか面白いなと思って、はい、みんな僕なんか理想を描いてるよねって思ってたので、はい、へーと思ってます。合わないなと思いつつ辞めるまで3年かかった INTJ ですと、うん、先ほどの過激コメント失礼しましたと。あ、何かあったっけって感じですもんね、過激コメントは。あ、だから僕が過激と捉えた、はいはい、あの SJ ですよねって言ったやつ。あ、はい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 、川原さんは INTP だがいいんじゃないですかね。 INTP はロマンティストだと自分でも思いますと。深海と宇宙と神の人ですもんね、はい、INTP は、はい、あ、僕の中では、はい、そういう人だと思って、はい、タイプ間の考え方や捉え方の違いは理屈は理解できても共感は難しいです、うん、これが本当、これ面白いですよね。これは本当僕も面白いと思います、はい、で、まあ、隣同士上と横はまだなんとなく共通する部分で、また思うのは共通してたとしても、はい、理想が違いはぶつかるなと思うんですね、はい、だから多分僕に苦情コメントを送る人は、はい、多分 NF だと思うんですよ。あ、同じ同じ、うんうんうん、で軽くなんか不快だとかって言ってくる、はい、僕のやり方と違うから不快、うん、っていうところで同じタイプでも思想が違えばまたぶつかるんだよなとは思ってます、